大会系は、新末民発の軍人。新朝では、北洋系、中華民国では、北京政府、直令派に属した。字は、しげる仙、または、しげる県。最初は木道であったが、後に、天津武備学道、第二期を卒業する。1892年より、上司制のもとに配属され、召喚となった。1900年7月、義和団の乱で、 ジョが戦死した際に、王会計は危険を犯して、ジョの遺体を回収し、霊宮に収めて、ジョの故郷である安記賞に送り届けた。この行動を、遠征外に評価され、その部下として登用されている。1905年、北洋常備軍騎兵、第二強強党となる。1907年、 東、三吉忠し諸軍務所改弁憲法典中寺、統領に任命された。1909年には、Y 軍統領となり、さらに通英鎮総兵に移動した。1911年、新軍、第二十鎮の王勤名、世獣クモらが、周期儀を起こすと、王会計はこれに参加しながらも、中途で新軍に寝返っている。1912年1月、王会計は、 州都徳に推挙された。同年3月には、天津鎮総平権密運鎮守氏6月には、アざみう鎮守氏タリン鎮守氏を務めた。1914年9月、君並鎮守氏となる。1915年5月、考外書き英事務と気を知り形状看護どころ、ただし弁も兼任した。同年12月、皇帝に即位した。 遠征外から二頭男に封じられている。遠征外死後の1916年6月、大名陳述死に移動し、以後は、直霊派の一員となる。1918年2月、方便直霊軍務に、翌年5月、不評東領権陸軍第13市市長に任命される。1920年7月の安直戦争では、景気永受司令を務め、 1922年4月の第一次、笹口家戦争でも法典派の背後を脅かして、直令派の勝利に貢献した。これにより、同年5月、熱化都等に任命されたが、王は引き続き景気永受司令を務める。1924年の第二次、笹口家戦争では、王会計は、内逆軍、第二軍総司令や西北変貌を、ただし弁を、 ご配布から委ねられた。しかし、王は法典派の軍に敗北し、ゲアに追い込まれた。1926年4月、ごが復権して法典派の張作林と合作したため、王も北京経営司令に返り咲いた。しかし、やはり法典派から圧迫され、同年11月に辞任に追い込まれた。以後、軍政から引退した王会計は、天心に偶居する。 日中戦争時に日本軍が河北を支配した際には王は警官の治安軍総司令に任命された。しかし王は実際にはこの任命に応じていない。1953年、天津で病没。去年78。ありがとうございます。